京都市としで、自民党、立憲民主党、公明党の相乗り支援、松井耕司使用率でどんな展開にということでですね、本日は。 来年の大注目選挙区、京都市長選について触れていきたいと思うんですけれども、いやー、京都市長選もね、もうずっと盛り上がっている感じにはなっているんですけども、えー、それこそですね、まあ、このチャンネルでもあかなり出しておりまして、この動画は4本目と、えー、なっております。も、えー、とと角川首長が引退されて、まあ、その光景が誰になるのかっていうところで、で今、京都の中では維新、そして前原誠さんの国民民主党、えー、地域政党、京都党、これがですね、まあ、京都市議会だったりとか、そういったところで同じ会派なども組んでおりまして、えー、そこで、じゃどういう交渉を立てていくるのか。 みたいなとところも注目されておりますと、えー、ただ、前原誠司さんは、まあ、前回の動画でもお話ししましたけども維新の公認だったら NG ですよとで維新はただ公認を、ねえー、目指しているみたいな感じでじゃあそこで一緒になれるのかみたいなところが、えー、ちょっと注目されておりました。でそんな中で、まあ、今回、まあ、門外賞の後継ですね、えー、自民、立憲民主党、公明党がもう相乗りで候補者を立てていこうというような、えー、形になっておりましてそこで呼ばれたのが松井浩二さんという、えー、方になっておりまして、まあ、ちょっとそちらのニュースについて触れていきたいと思います。 プラス、まあ、京都市長選で最近いろんな動きが出てきておりますので、そちらについても触れていきたいと思います。はいえー、とまず京都市長選、松井氏が出馬をていうところで、えー、元民主党参議院の松井耕司63歳が立候補を調整しておりますと、で、形としては無所属なんですけども、えー、自民党、立憲民主党、公明党が支援していくというような形になっていて、まあ、門川市長の後継ですと、はいで、この方はどういう方なのかというと、まあ、京都出身で、まあ、東大出て、で今でいうと、あの経済産業省のところに、えー、いらっしゃったと。でその後 参議院議員になられて、で参議院員引退されたとは慶応大学の教授になられたりとか、えー、そんな経歴の方になっております。で、参議院議員も2001年に民主党で、えー、参院選の京都選挙区で当選をしまして、えー、2期やられて、えー、2013年の参院選は出ずに引退をされたというような、えー、方になっております。はい、で、この方でね、まあ、一番こう、えー、有名なのが、鳩山内閣の、えー、官房副長官、片山幸男さんですね、片山幸男さん内閣の官房副長官をやられていた方になっていて、それこそ所信表明演説などを執筆で、 ですね、こうスピーチライター的な形になっていて、鳩山内閣のこう、えー、こう演説だったりとか、えー、原稿だったりとか、そういったところを主に書かれていたというような方、えー、になっております。はい、でね、一応、京都市民で考える会と面会し、えー、自分が市長にふさわしいかを確認したいというところで、まあ、立候補に意欲を示しているというような、えー、形ですね、はい。でね、結構、鳩山内閣のこうスピーチライターが、えー、なんか、 自民党とか乗れるですかみたいな感じで思われる方、えー、いらっしゃるかと思うんですけども、まあ、この方どちらかといえばツイッターとかでもかなり言論人的なところで、まあ、かなり。えー こう知名度があったりでしたりですとか、まあ、それこそ、まあ、自民党の支持者とかも結構乗っかりやすい方なのかなっていうようなちょっと雰囲気はありますので、まあ、かなり強い候補ですと、なので、逆に言うとこう松井浩二さんが出たことによって、他の政党とかだいぶ厳しくなってくるんじゃないかって見られるぐらい、まあ、かなり強い候補者をですね、えー、今回、えー、自民、立憲、公明が相乗りでってところで擁立してきたっていうような形にはなっているので、まあ、ちょっと今後の動きみたいな注目になっているんですけども。でねこの 京都市民で考える会ってまず何やねんっていうね、えー、ところを少し紹介したいと思います。はい。えー、文化史と京都の首相候補を京都市民で考える会という、えー、名前らしいですそれを短くして、えー、京都市民で考える会とか、えー、考える会ってね、略したりも、えー、しているわけなんですけども、えー、自民党フレンコムの伊吹文明さんですね。はい。 もう伊吹派とかもありましたけども、自民党の派閥でね、はいえー、いぶき文明さんが声かけで発足した団体ですというような感じです。で、今、伊吹さんは相談役というポジションに立っているんですけども、えー、それで大学教授、経営者、学生19名で構成されていると。 で三党の自民、立憲、公明党の国会議員がオブザーバーとして参加しているとでどういうメンバーがいるのかねえ記事とか出ていたのがえ同社大学の村田教授だったりとかえそれこそですね西里っいうねえ平井社長え漬物製造販売している会社の社長だったりとかそういったメンバーが参加されているっていうようなえ感じになっておりますそれで京都市民で考える会というえ感じになっているんですけどもでそこで京都市長をどういう市長を擁立するのかみたいな条件としてえ10月 その11日に提言が発表されましたと。と、えー、まず京都にえチ欠ー縁がある方まあ、怒りのある方ですね、えー、そしてまあ、健康と3期務める、えー、年齢の方っていう、えー、方です。そして。 大阪府、そして京都、あ、すいません、えー、と京都市と、えー、京都府、これを強調できる、府市強調できる方ですね、そして中央と人脈を持っている方、えー、そういったところを、えー、条件で、えー、しておりましたと、えー、そこで各政党にですね、まあ、応援みたいなとこ一緒にやっていきましょうみたいなところ、声がけなどを、えー、されておりまして、で13日に、えー、と公明党の 京都府本部えそして14日に自民党の京都府連え、15日に立憲民主党の京都府連が、まあ、承認しましたということで、まあ、そこのね、えー、大きな政党がすぐ乗ってきたと、そして無所属の、えー、と北上衆議院議員ですね、えー、京都4区で当選されている、えー、無所属の、えー、国会議員がいるんですけど、この北上さんも、えー、この京都市民で考える会の提言に賛同されて、えー、一緒に校舎を応援していくというような、えー、形にはなっております。はい でね、あのそういった形になっているんですけども、でね、ここに対して、えー、自民党の府議会議員の二之湯真治さんが猛批判されますと、えー、出馬表明済みの二之湯審議議議員、自民党府議会議員が2回目の記者会見を行われました、もうすでにね、えー、立候補しますみたいな時に、もう、えー、記者会見などをやられていたんですけども、さらに2回目の記者会見がありまして、まあ、この京都市民で考える会議で猛批判されます。これは か市民の会とか言ってますけども、も政党主導で作られた市民の会ですよと、はいえー、共産党対非共産の枠組みを作ろうと、まあ、時計の針に、まあ、逆に回していると、はいで、父で国家公安委員長だったら二之湯聡さんも出席されたと、はい、だお父さんも元自民党のね、えー、っ大臣ポストまでね、えー、こうやられていたわけなんですけども、こう二之湯聡さんも出席されて、まあ、お父さんなんでね、えー、参加されて、えー、一緒に、えー、批判されたと。はい、それれで、えー、と選考法や議論ももプロセスなども、えー、これは 疑問があるみたいなところを言われていてで、結構だから自民党の議会議員、二之湯さんが出たことによって、でこの二之湯伸治さんを応援している自民党の議会議員とかもねこういらっしゃったりするんで、まあ、そこでですね今、自民党が割れてしまっているっていう部分も、えー、出ていると、はいで、これね、ちょっと毎日新聞さんの、えー、記事で,です、ね、ちょっと衝撃的なあの内容なども、えー、出ておりまして、ちょっとそちらもです、ね、ちょっとえ紹介したいなというふうに思うんですけども、えー、これがですね、あの 自民は内紛も表面化し、分裂含め、根乱を深めている片山誠二、四方源太郎両府議は今月、不連の実態について、西田氏が不連を私物化し、京都では統制が衰退していると、などと告発し、改善を求める、えー、文書を岸田文雄総裁ほか、 党幹部に送ったのだみたいな、ねえー、形を書かれているというところで、四、えー、方不義は、小、え、選、ー、に関して西田氏から何も知られておらず、独裁でしかない自主投票にすべきだと実在に語ったみたいな、えー、ことを書かれているわけなんですけども、だからこの、えー、今、西田昌司さんがね、まあ、西田昌司さんといえば、大阪のね今年の統一朝方選、大阪の府知事選挙で、自民党の応援している。 まあ、谷口真由美さんではなくて、参政党の候補者の応援に入ったみたいなところにちょっと話題にも、えー、なっていたりとか、まあ、かなり YouTube とかも、ね、かなり再生数回っていたりとか、えー、している方になっているんですけども、まあ、この西田氏に対して、こ片山さんたち、柴田さん、まあ、こ二之江さんとこうかなり批判しているというような、えー、状況になっていて、その批判というのがねの、岸田総理だったりとか、えー、党幹部まで告発状を出すみたいな、えー、とこまで行っているというような、えー、状況になっているんですね。はい でえー、今回、だから二之湯聡さ,さん、まあ、二ノ湯親子がこう出席したってことで、例えば次、この二之湯さんが、もし選挙、本当に出たとすると、じゃどういう処分が食らうのか、はいえー、あくまで、えー、自民党の、ねえー、京都府連に関しては、もう、えー、今回の、ねあのー、松井さんの方に応援入るっていうところはもう決まっておりますので、まあ、そこで例えば片山さん、志賀さんとかが二ノ湯さんの方に応援入ったときに、えー、処分が出るのかどうか。えーこう でございいいまますすし二ののの親子ににもね、えー、処分が下るるかかかかどううっっっててはななななりちょとと注目なポイント思ただですね、こう二之湯さんが今回出ていることによって、えー、自民党が分裂みたいな多分記事はね、えー、出るかなというふうに思いますので、まあ、ちょっとそこの影響みたいなところもかなり、えー、気になるところなのかなというふうには、えー、思いますね。まあ、ただね、確かに政党主導で作られた市民の書いてるんですけども、11日に提言発表やって、13、14、15日で各政党がすぐ認めるっていうのは、確かにこれ意味わかんないなっていう、<laughs> 早すぎるでしょうみたいなね。 え感じも、えー、だからもともと決まっていたやつは、なんかそのままね、あくまでこう市民の会で考えましたみたいな感じで出てきて、えー、最終的に政党が乗っかりましたよみたいな見せているだけで、えー、実態はあの政党が決めたんでしょうみたいな感じのことを言われているというような感じでございましたこれね、乾慎治さんが結構 YouTube でその裏側みたいなところをめちゃくちゃ話しておりますので、結構ね、その話とか面白かったりするんで、なんならこのメンバーに参加している人も、本当にこの人が参加してていいんですかみたいな <laughs>、えー、この役職の方が参加してていいんです みたいなことも言われたりもしておりますので、二之湯伸さんの、ね、YouTube 結構面白かったりするんで、えー、見てるとね、あの楽しめるんじゃない、より楽しめるんじゃないかなというふうに、えー、思います、はいで。そんな中で、まあ、前原誠司さんですね、やっぱり京都でめちゃくちゃ影響力があります、前原誠司さんが、まあ、どういうふうに動いていくのかというのが注目でございますと。で、一応、この考える会は、維新だったり国民民主党にもまあ参加を呼びかけておりますと。はい、でただ、えーとまあ、西田総理さんだったら立憲民主党のね、会長でもあります福山哲 さんとかに関しては、まあ、維新に関しては難色を示されているんですけども前原誠司さんには是非参加してほしいと。 はいえー、自民党の西田昌司会長に関しては、えー、地方行政の場では一緒に応援してほしいみたいな、えー、ことも言われておりまして、前原さんも、ね、一緒になって、こうした松井さん、応援していきましょうみたいな、えー、感じのことになっていると。はい、で、えー、一方、前原先生はじゃあ、この京都市民で考える会の提言についてどう思われてるんですかって聞かれたときに、今、維新とこうした議論をしておりますと、提言に対して賛同するしないという判断は進めていませんというところで、あくまで今現段階で京都市民で考える会の提言について乗っかっていくみたいなところは、えー、考えていないというところですね。 で、まあ、今回、ね、共産党 vs 非共産みたいな枠組みを、この、えー、京都の市民で考える会で、えー、作ろうとしているというような、えー、状況になっていて、それに対して前原さんが、共産対非共産の構図は、共産党を大きく見せていると、これはもう虚像ですと。 共産対非共産にすることによって共産党が京都にめちゃくちゃ強い存在みたいな感じになってこれ二之江さんとかもね1対1にしてるから共産党の票がめちゃくちゃ多く見てるだけで別に統一地方選とかの結果を見ていくと別に京都で共産党そんな票取ってないですよと別になんか自民党とか別に他の政党が2人出したとして保守系の人が2人出したとしても全然共産党勝てないと思いますよみたいな別になんか共産党を利することにはならないと思いますよみたいなことを言われていて前原誠司さんもだから共産対非共産にすると共産が大きく見 ててしまう巨像を作ってるみたいな、えー、ことを言っていて、この構図に無理やり持っていくのは市民のためにはならないという風なことを言われているという、えー、感じでございます、はい。で、維新はね、公認候補を立てたくて、前原さんは維新。 公認でやれないとも伝えてあるというところで、まあ、そこでね、じゃあ一緒にやってくるのかどうかみたいなところは、えー、注目でございますと。で、さらに、まあ、地域政党、京都党ですね。はい。そういうことで、今、村山翔平さんとかもかなり街頭活動などもされておりいて、えー、地域政党、京都党のね、えー、元のトップだった、あのー、村山翔平さんを、じゃあどういう扱いにしてくるのかみたいなところも、まあ、ちょっとかなり注目だったりするんですけども、えー、一応、前原誠さんはね、市議会の統一会派内でも、市長像について、まあ、議論もしますというところなので、まあ、最終的に今、同じ会派の国におります維新、 えそして国民民主、そして地域政党、京都党でどういった交渉を立てていくのかっていうのは、えー、かなり注目なのかなというふうに思います。はいまあ、ここが出たら、ですねもう実質もう構図みたいなのが決まるのかなというふうに思いますので、まあ、ここが最後どうなっていくのか、えー、気になるところなんですけども、まあ、そんな中で、まあ、吉村知事とかかなり X で今ね、えー、連投しておりますと、えー、京都市長選、元内閣官房副長官の松井浩二氏に出馬要請、自立効果推薦方針、立憲が自民党と組むようです。残念ですががこれが野党大党自民党 と戦わない本当しょぼいよね。このままだと京都は古い政治がこれからも続く、京都に新しい風を吹かせないといけないというところで、まあ、立憲と自民が、まあ、 国会ではめちゃくちゃ戦っているのに、まあ、この京都でがっちり仲間を組もうとしているというところに対して批判をされているということですね。はい、で、もう1個で言われておりまして、維新の吉宗氏、自公立は談合だ、京都市長選独自候補擁立によくという記事を対してコメントをしているということなんですけれども、大都市京都において自立公が仲良く選挙で手をつないでいる、国会が始まり、真逆の価値観でぶつかり合っているふりをしているが茶番でしかない、京都の古い政治を打破する新しい選択肢が、新しい風が必要。 だっていう、えっとこうめちゃくちゃね、もう今回、G 効率が、ねえー、一緒になっていくってことは、国会で戦っているのに、京都で仲間になっている、これはもう談合だみたいな、えー、ことを言われているというような、えー、感じなんですね。 はいでそれに対して、泉健太さんが、あれれ吉村知事、兵庫県知事選で維新は自民党と戦わず、自民・維新推薦だったよね、なのに京都を批判それはダブスタではっていうですね、えー、ことを言われているという、えー、ところで,で、一応ですね、まあ、維新も、あのー、 まあ自民党と同じ候補を推薦したりとかすることもあったりするんで、えー、泉健太さんはそれを批判されていると。ただ、兵庫知事選に関しては、ちょっと経緯が違かったりするので、まあ、これは兵庫知事選じゃないところでね、多分あのー、例出した方が良かったんじゃないかと思うんです。例えば東京とかだと、えー、北区の区長選とかで、えー、自民党、公明党、維新が同じ選挙会に乗って、校舎を応援してたりとか、なんかそういったこともあったりしてたんですけども、えー、泉さんは、維新もそれやってるんだから、えー、なんでそんなこと言うんですかみたいなことを批判されているって感じなんですね。はい ただ、維新としては、泉さんは京都の代表ですよ。 あの京都出身の、えー、国会議員で、その京都出身の国会議員が今、ね、国会で代表をやっているにもかかわらず、えー、自民党とでバチバチ採決しているにもかかわらず、えー、地元の京都では仲間をやっていると、えー、それはいいんですかみたいなところを言われているというところなんで、もし、ね、例えば維新だったりとか、前原先生も京、えー、地域政党、京都とか同じ、ねえー、組んで、交渉を立ててきたりとかしたら、そらくこの日がまずっと京都を挑戦中やられるんだろうなというところは、えー、感じますよね。維新 vs、まあ、自民立憲 だったり組んだ交渉みたいな、えー、ところで、えー、やられていたりして、よくそこのね、えー、なんか国では戦っているのに、大阪では自民と立憲がっつり手を組んでいるみたいなところで批判されるというのは、よく維新の常と、まあ、手段みたいな、えー、ところがあって、まあ、そこはよく批判されているポイントであるんですけども、それが京都にも今行こうとしているというような、えー、感じですね。はい で一方でもう野党系列で福山さんという方、前回の、ね、市長選も出られていたえ方になっているんですけども、その方も新たな報道が出てきておりまして、え10月の26日、京都新聞さんですね、共産党は後者を推薦、しせず、従来のやり方では勝てないという見出しが出ておりましょう、はいで。福山さんといえば、前回の京都市長選では、共産党、そして令和新選組の推薦を受けていた方になっております。そのの方方が共産党ははは後者をを推薦しせず従来のやり方でで勝ててないというととうころで、まあ、今場は福山さんめ も無所属を前面に出してえ、そこで野党票をとにかく取っていくっていう、えー、戦略なのかなというふうに、えー、思いますと。はい でその中で福山さんは、ですね、ちょっと、えー、X の投稿の方でも、共産党の候補と、えー、自民党の府議に言われて、まあ、切れる場面がございまして、それこそ先ほど二之江さんとか応援していた石方源太郎府議と、です、ね、結構 X の上、ばっと取っておりましたと、はい、で、その中で、まあ、どういう、えー、投稿があったのかと言いますと、えー、あなたは私を共産党の候補と断言されましたが、あなたがまる党の候補と言われる場合の定義はなんですか、党員か否かですか、その党に推薦されているか否かですか。私は共 共産党員ではないし、来年の共産党首相戦について、共産党は推薦も何も決定しません。前回選挙では、共産党だけではなく、令和新選組、新社会党、緑の党にも応援していただきました。なのになぜ共産党と決めつけて抗言されるのですかそう言われる意図は何でしょうかまさか21世紀の今頃、赤狩りをしようとしているのでしょうか、えー、前回小選では、共産党の非正人の、みたいなね。えー 広告が出されましたが、まさかそれを繰り返そうというのですが、お断りしておりますが、私は仮に共産党さんが私の理念や政策に共鳴して応援してくださるならおみません。そのことを隠すつもりはありません。ありがたい話だと思います。しかし私は全市民の代表であるべき首相を目指す身であり、不偏不当であるべきと考えております。応援を受けた党の代弁者となったり、えその党のために政治をするつもりは全くありませんというところで、まああの 共産党のね、えー、ところをかなり、えー、共産党の候補というところをかなり、えー、否定をされまして、ただいろんな政党に前回も応援されておりましたと。はい、で えー、ただ、もし応援してくれるんだったら拒みませんみたいなことを言われているというところなので、まあ、今回、福山さんがこうなるべく政党色を抑えた中で、しかも今、自民が乱立しておりますと、さらに維新とかも出てくるとなると、どれぐらい福山さんに入ってくるのか、なんだか漁夫の利で、えー、当選することができるのかどうかみたいなところもかなりちょっと注目なのかなというふうに、えー、思います。はいえー、そししててででですすね、えー、次期もも予想さされれる顔で少しまとめてみたんんけども、えーえー、自民立憲公明が松井浩二さんこれあれ 考える会とかも入っているって言うような、えー、方になっております。そして、えー、前原誠司さん、そして維新京都道、えー、ここは誰を応援していくのか、そして村山翔平さんがねえー、京都島の弟創設者でます。村山翔平さんが今ね金街頭なんもやれておりますので、まあ、そこが一緒になって。 応援するのか、そ村山翔平さんが単体で出ることになるのか、まあ、ここもかなりちょっと注目ですと、そして野党系、まあ、無所属なんですけども、福山さんがですね、まあ、共産党推薦なし、無所属色を強めた中で、えー、出るという状況になっております。そして無所属で、えー、二之井真二さんですね、えー、二之井真二さんは、まあ、自民党の不議会議員なんですけども、応援する自民党議員は処分下るのかどうかみたいな、自主投票になるのかどうか、まあ、ここもね、えー、かなり注目なポイントなのかなというふうに思いますので、いや京都市長選で松井耕一さんが出たこと によってね、まあ、今、確実に松井浩二さんが、まあ、有利な状況で進んでいく感じになるのかなというふうに思うんですけども、じゃあ、維新とか前原選手さんがどういう、なんかそういう、それこそ、票が取れそうな人を立ててくれるのかどうか、まあ、ここはですね、えー、かなり注目なポイントなのかなというふうに思いますので、えー、京都市長選どんどん追っかけていきたいと思います。でぜひチャンネル登録、そしてグッドボタン、よろしくお願いいたします。